寒かったでしょ。今日はもう店じまいだから、お風呂入っていいよ。なんでここで脱ぐの？はあ、今日もお客さん少なかったな。えい。もう足温めてよ。あったかーい。昨日はありがとね。ほら、お父さんとおじいちゃんに言われたじゃない？あの時。そうそう、銭湯の土地売れとか、早く駐車場にしろとか。それでその時にさ。わかってるよ、二人とも私を心配してるってことくらい。じゃなくて、その時に。もういいや。それより何か考えてよ、銭湯が流行る作戦とか。神頼み。そういえばまだ初詣行ってないよね。ん？だからさっきの話はもういいってば。よいしょっと。よし、できた。昨日の話だけどさ、お父さんとおじいちゃんに二人でなら大丈夫ですってはっきり言ってくれて嬉しかったんだってさ。あれは少しかっこよかったとみのりちゃんが褒めてたよ。だからありがとう。おーい、ヘタレー、たまにはデートに誘ってあげなよ。そうだね、今日のお参りも一応デートってことにしといてあげる。ああ、手が冷えちゃった。はあ、デートなのにな。お、なんでもない。雪だるまに聞いてみたら？